金丸が鈴木軍じゃないな、俺たちグレートからしたら新日本プロレスからあいつらが来たんだよ。グレート旗揚げの日ショーにやられて、この間の旗揚げ1周年もショーとハウスオブ父ちゃん、メインはまた永田裕二にやられて、新日本プロレスに3連敗今日で4連敗俺たちはグレートのリングで新日本プロレスに何回負けを重ねればいいんだ。おい、久しぶりによ、俺がメインでハッピーな締めじゃなかったから、だいぶ歯切れの悪いマイクになっちまったけどよ、次回の大阪では頼むぞと言わないよ。俺も一人であいつら二人全部相手するつもりだけどよ、飯塚や言ったからにはしっかり前出て、このチャンス必ずものにしろよ。お前ら世代が伸びてこないとグレートの未来はないからな。今まで培った全てをぶつけます。僕にかけた人を後悔はさせない、全力でいきます。頼むぞ。お願いします。ああ、しっかり練習して1ヶ月はもっとでかくなった姿でこの梅田ステラホールに戻ってきて、同期金丸覚悟しとけ。ほら